本日はですね、こちらジルサンダーのパックティーを購入しましたんでご紹介していきたいなと思います。オーガニックコットン 100%、 ただ値段がね、3枚で6万6000円なんですよ。柔らかい質感にはなってきやすいので非常にいい感じじゃないかなと思います。はい、本日はですね、こちらジルサンダーのパックティーを購入しましたんでご紹介していきたいなと思います。ということで、いかにもこのうさんくさい格好で、ジルサンダー高級ブランドを紹介するという流れになってるんですけど、なんとこれがね、3枚入りのパックティーがジルサンダーから出てたんですよ。でよく胸に出てるジルサンダーっていうやつはあれ1枚6万ぐらいするから、あれは別なんですけど、このパックティーがねありましたんで、ちょっともう早速開封していきたいなと思います。僕もね、ちょっとこんな高級ブランドのパックティー買ったことないから、いつもだいたいパックティーって言ったら1枚2、3000円ぐらいしかね買わないんで、どんなもんなんかなと思うんですけども、さあオープン開けてみましょう。あ、すごいふわふわの和紙みたいなのに包まれてますね。あら、お上品なこと。でまだこっから紙が出てくるね。あのマトリョーシカみたいにまだめくってもめくってもいろんなもんが出てくるけども、あ、出てきましたね、こちら。あれ、まだこれ袋に入ってましたね。びっくりした。これキャンパス地やから、これなんかなと思ったけど、すごいな、入れ物が。この入れ物代なしでいいから、もうちょっと品質上げてくれなんて言ったりするやついてるんかな。あ、すごっ、見てください、これなんて言ったらいい、こう蕎麦屋さんとかにあるようなのれんみたいな感じの雰囲気なんですけど、一枚一枚にちゃんとね、入れ物っていうか入ってるんですよ。この語彙力やばいですけどね。この中に1枚入ってて、で真ん中のとこにも1枚入ってて、ここにも1枚、合計3枚あるわけなんですけど、ちょっと一回出してみましょう。はい、こちらがですね、品番が下に出てるかなと思います。サイズは L サイズで着用してるんですけど、これね適当に買ったんですけど、いやちょうどいいですね。 L サイズがいい感じかなと思います。で、まあいろんな T シャツ持ってますけどね、まあ、ジルサンダーどうなんかなと思って、ちょっといろいろ見ていきましょう。まずはこの首元にね、オーガニックコットンって書いてますわ。オーガニックコットン 100% で、メイドインブルガリアって書いてますけども、素材はね確かにね、いい感じの素材が使われてます。結構ねパックティーであるあるなんですけど、下着みたいなパックティーあるじゃないですか。そういうタイプではないですね。あの下着みたいなパックティーとは違って、裏生地はちゃんとスムースやけど、表が天軸になってるので、ほんと T シャツみたいな感じの仕様になってます。でリブもね、結構太めのリブになってるので、そんなによれづらいんかなと思うんですけど、まあ頑丈さで言ったらさ、ジャンピオンとかが全然頑丈だと思います。やっぱこういういいものってなかなかね、着心地とかいいけど長く持つっていうのにあんま向いてないから、もっと丈夫なガシガシしたこう着心地の悪い方がね長くは持つと思いますけども、そういった T シャツですね。でこれ買った時ね、嫁にねすぐやられました。これサイズ何、これ M やったら私着るからって言われて、まあ、こういうハイブランド系嫁大好きなんですよ。でまあ僕はあんまりどっちでもいいんですけど、まあ、ここにね一応タグはありますわ。これジルサンダーって書いてますけど、まあ、これぐらいで、あとはまあシンプルな感じの作りですね。形としてはね、このどうやろう、アームとか見てもらったら分かると思うんですけど、袖がねそんなに長いわけじゃないんですよ。特に下とか見てもらったら分かる通り、外人の人とかってこんなオーバーサイズ着ることないじゃないですか。日本ぐらいですか、日本人ぐらいあんなオーバーサイズ着てるけど、まあ、海外のやつってやっぱりこうジャストめな、T シャツが多いかなと思うので、そういう仕様になってますので、僕は個人的には好きな形ですけども、一個意味わからんステッチが入ってるなと思うのが後ろのところですね。後ろのところのステッチっていうのが、ここら辺になんかよく分からへんステッチが入ってますけども、おそらくこのプリントされたジルサンダーのこの生地がまた別なんでしょうね。でそれを別でこれ塗ってるっていう状態なんで、これだからこれで別でプリントして作ってるというような感じかなと思います。後からね、上からこう縫われたような形跡があるので、まあおそらくそうじゃないかなと思いますけども、まあ、それがやっぱりだってシンプルな T シャツなんで、これが特に何よりっていうことはないんですけど、ただ値段がね3枚で6万6000円なんですよ。だから1枚あたり2万円ぐらいなんですけど、僕実際楽天で買ってるので、楽天では4万円ぐらいだったんで、まあ、1枚あたり1万3000円ぐらいって考えた時に、まあ妥当っちゃ妥当ですよね。1万円台で僕結構気に入ってるので、最近よく着てるこのサンスペルっていうイギリスのブランドあるんですけど、これも1万円ぐらいやったと思うんで、これスーピマコットンっていうやつのね、あのいい肌触りのやつなんですけど、まあ、それと同じような感じ。やっぱりオーガニック使うとね、あのこう柔らかい質感にはなってきやすいので、非常にいい感じじゃないかなと思います。ちょっとねジバンシーも持ってきてみました。ジバンシーの方の T シャツとかもこんな感じなんやけど、やっぱり安いというか1万円切ってくるぐらいのやつになってくると、まあこれがねグッドウェアってやつなんですけど、 US コットンっていうねまた違う生地なんで、なんていうの、こうモコモコ感が出てるの分かります？こうモコモコしてる感じっていうか。でもやっぱりハイブランド系になってくると、そもそも糸の素材がいいので、こうなんていうの、ふわふわしてるというか、なんていうの、こうちょっとシルクっぽいというかね、シルクではないですよ、全部コットンやからシルクじゃないけど、そういうシルクにより近くなってくる理由っていうのが、糸のね繊維がいい繊維使ってるんですよ。超長面っていうね、超長い面って書いて超長面って言うんですけど、まあ、それを使ってる
るからどうしてもこう肌触りが良くなってくるっていうところなんですけど、こういうグッドウェアとかっていうのは短いね短面っていうのを引き繋ぎ合わせるんで、どうしてもボコボコしたりとか着心地はちょっと悪くなるんですけど、その代わりこっちの方が丈夫なんですよね。だから例えばお子さんと遊ぶ時とかはこういうグッドウェアとかでこうガシガシやっといて、ちょっと大人だけの集まりとかに行くってなったりしたら、こういうドレープ感が出るような T シャツの方がいいかなとは思うんですけども、まあそんな感じになってるということですね。僕もう一個下でも良かったかもしれないですね。ちょっと L やと少し気持ちちょっと余裕があるかなって感じで、もうちょっとジャストで僕は着たいのでね、 M でも良かったかなと思います。ではね、デメリットに行きたいなと思います。まあデメリットとしてはですね、まあどんなところがデメリットかっていうと、やっぱり長く洗濯とかして繰り返していくと、どうしてもここのリブのとこは多少は弱ってくるんちゃうかなと思います。そんなすごい丈夫ってことはないんやけど、それやったらまだこういうチャンピオンとかこういうグッドウェアのリブの方が全然丈夫なんですよね。まあそもそもこういう二重で縫われてるっていうのもそうやし、このリブ自体もちょっと厚みのあるリブ使われてるんで伸びにくいんですよ。ジルサンダーの方はどうしてもこう薄いから伸びやすいっていうところがね、どうしても出てきちゃうので、ワンシーズンもしくは来年で終わりかなっていうような、ね、イメージで着るのがいいんかなと思います。まあでもね、おすすめの人としては3枚あるじゃないですか。だから3枚セットになってるから、例えば月火水木金ってやっても週に1回の時もあるんですよ。だからあんまへたりづらいですよね。やっぱ1着をずっと着てたりしたら、じゃあこれ洗いました、これ月曜着ました、洗います、で火曜日は休憩で、また水曜日着やなあかん、でまた木曜日休憩で、また金曜日着るってなったりしたら、週3着ることになるので、どうしても1枚だけで回すとこう劣化は早いんですけど、こうバックティーになってるかおかげでこう3枚をねローテーションで回していけるっていうところで、まあ靴下理論と一緒です。靴下も同じ色で同じ形を持っとけばルーティンで回していけるので、臭くなりづらいっていうね、傷みづらいっていうのと全く同じように、このパックティーもね、まあ、そういう使い方はできるんじゃないかなっていうのと、あとちょっとまあ子供と差をつけたいというか、若い人と差をつけたいなっていうのであれば、こういうやっぱ生地感のいいというかドレープ感のあるようなのもね、持っといても損じゃないかなというふうに思います。ジルサンダーってここに書いてあるやつあるけど、あれの方がもうちょっとね、こう生地がなんていうのかな、ごついというか、でまあごついから着心地はちょっと低いんちゃうかなと思うんですけど、ジルサンダーって書いてるやつでも1着で6万円ぐらいするから、安いものではないんですけど、着心地だけで言うならパックティーの方が今回の場合で言うといいんかなと思います。はい、ということでね、まあ、僕自身も今来年に向けて生地糸からT シャツ作りとかロンT作りっていうのをやってて、まあ、いろんな高級ラインから、まあ、いろんな低コスパのいいものをいろいろ買ってみて、どの辺の糸とかどの辺の番手が一番いいかっていうところでね、糸のまあ太さなんですけど、番手とか、編み方とかもいろいろ研究はしてるんですけど、まあ、これはこれでね、一つね、ジルサンダーはこういう感じでやってんねやっていうのを勉強になりましたんで、まあ、興味ある方はね、ちょっとお高いですけども、3枚で、まあ、6万6000円が定価ということになっておりますので、ポチってみてください。ということで、本日はですね、ジルサンダーのパクティーを紹介してみたいと思います。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。